接続詞35五前置詞プラスザットのパターンです。はいね関係代名詞の時に前置詞ザットは絶対ダメだって言ったんだよね。そうなの前置詞ザットっていうのは基本的にダメなんだけれども今回学ぶ2つ二つだけ例外的に許されます。さあ一体どんな前置詞とザットが許されるんでしょうか。早速スタート。 例題です問題はこちらドン。次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさい2つ用意しました1番彼はあ、私は彼が親切であるという点で好きだ2番ナンシーは彼の目が青かったということ以外は何も覚えていない今回注目するべきは彼が親切であるという点でそして彼の目が青かったということ以外は はい、この部分ですそれぞれの英文でこの部分をく、ね、くって目立つようにしておきましょう。はい、で今からここに前置詞を入れて覚えていくわけなんですけれども、ね、関係詞の時に学んだように普通は前置詞ザットはダメ。でも今から覚える2つだけは許されます。それじゃあ早速 TKs ポイント。 覚えてほしいのは2つ in that sv ほにゃららでほにゃららという点でで、それをひっくり返した意味で except that sv でほにゃららという点を除いてということになりますはい。ですからね、この in のほにゃららの中でほにゃららの点でで、expect、ね、ほにゃららを思うじゃないよスペル似てるけど except でほにゃららを除くだからね、そのまま前置詞の意味使ってるだけです で特別にこの2つだけ許されるとということなの、ね、だからねこれわざわざさ先生「を立てないで」なんて怒らないでいろいろね削ってそれでも残った2つだからきっちり覚えてください。じゃあ戻るよはいというわけで上親切であるという点で下 except that はい、このようになるわけです。はい、ですからね。このインザットとエクセプトザット。ね、これだけ覚えてもらえれば、もうバッチリです。ね、ポイント絞り込んでありますので、そのまま覚えてください。おさらいティーケーズポイント、こちら、どん。前置詞ザットですが、インザット、ほにゃららという点で、エクセプザッ、ね、ほにゃららという点を除いて。 これらね、そのまま覚えてしまえばおしまいです。ね、ですので、難しく考えずに、そのまま熟語だと覚えてくれればオッケーです。全知詞プラスざっと、簡単だね。